ネイサン・ドイルはイングランドダービー出身のプロサッカー選手。ポジションは MF。地元クラブであるダービーカウンティ FC の下部組織出身。2003年11月のプレストンノースエンド FC 戦で若干16歳にしてトップチームデビューを飾った。2007年1月31日、2年半契約でハルシティ AFC に完全一席。 2009年9月18日、3ヶ月の短期契約で、バーンズリー FC に期限付き移籍。2010年1月13日、改めて、バーンズリー FC に2年半契約の完全移籍で、加入した。2012年8月4日、2006から07、シーズンにも在籍した、ブラッドフォードシティ AFC に完全移籍で再加入。2014年9月、 リーグ2のルートンタウン FC とシーズンいっぱいの契約を結んだ。2014-15シーズンは全公式戦で31試合に出場、サポーター投票でチームの年間 MVP に選ばれた。2015年4月、新たに2年契約を結んだ。2015-16シーズンは一転して相次ぐ負傷に苦んだ。11月には2018年夏まで契約を延長したものの、 出場試合数は前年度の半分に激減した。2016-17シーズンはプレシーズントレーニング中にアキレス腱断裂の重傷を負い長期離脱を余儀なくされた。2017年1月、双方合意の上で契約が解除された。2018年5月、ノーザンカウンティイースタンフットボールリーグのブリドリントン、タウニ AFC と契約を結んだ。 ユース年代からイングランド代表に選出されていた。2010年9月、コカインを所持していたとして警察に逮捕されたが、罰金などは課されなかった。ありがとうございます。